か？何ですかその声。どっから出したんですか？何やってるんですか？今、お礼状の方を、お礼状じゃないな。後編のチラシを書いてるところです。チラシチラシは書いてる飯島よし塚本くん、何調べてるの？埼玉の祭典ねマジでマジで埼玉の祭典お客様に来たこと藤本くん、振られてる坂本くん、あなたでしょ、カメラ向かってるのあなたでしょ。前回より楽しいのみんなで作り上げるので、ぜひよろしくお願いします。藤本くん、振られてて終わっちゃったよ、もう終わっこれ一応ほら坂の元っていう意味でね。ああ、そういうこと、そういうことで分かんないですかね。難しいです。飯島さん書いて。すげえサインっぽいじゃん。サインっぽくないよ、これただ単純に切ったみたいなだけだよ。うわぁ、飯島なんかぽいぽいよ、そうだよ、ほんとに、うん、これで書いてあるの飯島って書いてある飯島って開け、飯島って書いてある漢字書いてあるだけ、漢字書いてあるだけ飯島って呼ばれるのも飯島でいいよしお前ちっちゃく名前書いてないしかもちっちゃく愛情が、俺の方が愛情がこもってるからずるいよ、何せ字が太いもんな。もうそれだけ見るとお坊さんとちゃんと真面目に書けます。石木さん、何してきたの？ちょ、うるせえな。しとこ取ってきたの？なんでちょ、うるせえな、マジで。ちょ、これさ、でもさ、中身ちゃん、岡山市って岡山県ですか？かわいい感じにして。かわいい感じにするんですか？違う違う、字じゃないよ。飯島さんみたいにかわいくできないです。いや、俺目指さなくていいからさ。こんなガラガラ声で。どうしたの今日声。もう最近ずっとこんな感じです。出しすぎでしょ。語りしかこれ。そうですね、結構のぶとい声を要求される。あー、文人の役ね、声枯れるよね。石木さん、なんか面白いことしてください。これくらいのお弁当箱に。ふざけないで早くやってください。ほんとその通りだと。